おはようございます。成田です。えっ、ー、と、昨日はラゴのリザルトを解説して、そのまま力尽きちゃったんですけど、実はその裏ヨーロッパでピアサ、アメリカデザインが行われてました。こちらもですね、やはり中島強かったですね。で、昨日もコレクターの方、あとはまあ、コレクターとは言わないにしろ、実際使うようにものをね、 丁寧に集めてる方とお話をしたらやはりね数年前に行われたイサム・ノグチのヨーロッパでのエキシビションが大きいのかななんてお話もしてましたその明かりのランプ含めてイサムさんとジョージ・ナカシマが同レベルの位置にデザインのマーケットではなってきてるんじゃないかなって思ってますそういうお話を昨日しててねまあ確かにそうだな イサムの明かりをモダンで攻めてもいいけどやっぱり一番しっくりくるのはジョージ中島なんじゃないかななんてねそんなお話をしてましてやっぱ中島ってちょっと特別なんですよね一応デザインのカテゴリーになってますけども実際のところはやっぱり一つ一つがワンオフなわけでしてね 一応オーダーを受けて作ってるのである程度のベースデザインとなる形例えば足ですよねミングレンとかワンツーとかねちゃんと足の形は決まってるんですけども天板の木取りどこの木を使うかどんな材の木を使うかというところを中島みらさんとかがしてるそういうところでやっぱり全てのものがね一点物になってくるんじゃないかなっていうところで これからもっとますます値段がついてくる間違いなしだと思ってます。結局、プルーベとかのものってまだまだ数も当時作られてたのであるし、やっぱりなんかこう、物質的な価値を見ちゃうと、やっぱ中島のものになるんで、おそらく、ここ1、2年で中島のものは僕は、 間違いなく下手したら倍以上になるんじゃないかななんて思ってます。やはりね、日本とゆかりの深いイサムさん、中島、こういった方々のものはね、グッグッグッって上がってくれるとね、僕は嬉しいですよね。日本のデザイン、ジャパニーズモダンって弱いんですよ。実際のところ。なぜかっていうと、世界的に活躍してる人がいないんですよね。坂倉さん、 剣持さんさ結局のところ何か欧米の真似になってしまっててオリリジナリティがないんですよまあ丹下さんが若干オリジナリティはあるような家具を作ってるんですけどもでもやはりものの数が少なすぎて世界的にはちょっと弱いんですよね。だから ブラジルデザインよりジャパニーズモダンっていうカテゴリーが世界的に通用していくのは難しいんじゃないかなって僕はねずっと前から思ってて、まあ、一時の過熱でプルーベシャカクラっていうのでグッと行く時もあったんですけどこれからそういったものの価値というのは落ち着いてくるというかむしろ値段はつかなくなるんじゃないかなって僕は思ってますまあ,あの思ってるだけでね実際マーケットがどう動くかわからない ですけども間違いなく中島はイサムさんに引っ張られてこれからどんどんね上がっていくと思いますそう考えると高松すごいな <laughs> 高松にはないもんですかねでねあの中島とかも実際 僕も6月のオプションに出すんですけど、やっぱ今はね、円安とかを見ちゃうと、海外に出した方がお得なんですよね。本当は国内に留めておきたいなぁなんて思うんですけど、僕も依頼があると日本でお客さんをつける前に、まず海外に連絡しちゃうっていうね。さあ、余談はさておき。ではでは見ていきましょう。はい、いきなりスタンビッターズが、 エスティメートダブルで攻めてきました。素晴らしいですね。すべてのものにおいて好成績。そしてアメリカではそこまで人気がない。トミー・パー・ジンがなぜか2万6千ユーロついてますよ。まあ、こういったちょっとね、あの、 デコが入ったようなアメリカ。マシンエイジ的なものですよね。まあ、確かにオリジナリティあってね、今ここで見るとかっこいいんですけどね、こういったものがアメリカのオークションに出てきても何にも響かないのは何ででしょう。アメリカのものがヨーロッパで評価されると一気に値段が上がりますからね、それは怖いですね。ポール・フランクですらこの値段ですからね。すごい。T.H. ロブス・ジョン・ギビングスもね、 ちゃんとテレンス・ハランド・ロブス・ジョン・ギビングスになってますからね。すごいなおおそしてカルダーのね、この辺は僕が何度も解説してるとんでもない値段がつきますよっていうのもね、すごい、やっぱとんでもないのついてますね。1枚これ素晴らしい。97,500ユーロ。うこれほとんどね、当時最初、 出始めの頃エディションものだったんでね1枚30万ぐらいで買えてたんですよいやー恐ろしいいや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  <laughs> 買ってきゃよかったなーなんて思いますねはいそしてロット30番中島さんのスペシャルピースケントホールのための照明器具1980年代のもの58,500ユーロ素晴らしいですね いやあ、この井戸、スペシャルオーダー、29,900ユーロ、600、百でですからね、すごいなラウンジチェアも26,000ユーロ。 うわあ、一脚で100万超えてますよ、ロット37。そして、イサムさんの明かりシリーズも、軒並み好成績ですね。素晴らしいな。まあ、あの日本の方は、イサムさんの明かりを集めようと思ってもね、スペシャルなコレクターがいるから、多分かなわないと思うんでね、引いた方がいいですよ。<laughs> 警告しておきます。 素晴らしい方がいるんでね。コレクションっていうのはこういうのだっていうね。そういうのを見せてくれるといつかは僕は思ってるんですけどね。楽しみです。さあ、そしてクラウディオ・コノバー。この辺もアメリカよりいい値段がついちゃってますね。いや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 、危ない。素晴らしい。フィリップ・リロイド・パウエル。こちらもちゃんと値段ついてますね。アメリカとかで出るとスルーされちゃうようなものもね。 なぜかね、ヨーロッパ、パリに来ると値段がついちゃう。パリというか、ピアサが評価すると今は値段がついちゃうって、そんな感じですかね。フランク・ロイド・ライトも素晴らしい値段ついてますね。いやいや、そして、ミリオ・バーグマンですら、こんなものアメリカで出たら3000ドルとかでもスルーされちゃうようなものがね、7800ユーロですからね。へえ <laughs> まあ確かにおしゃれですね。可愛らしいと僕は思います。 中島さんのすごいなぁ。<laughs> ベンチ。そして、ニュース、ニューチェアー、スペシャルオーダー。このニューチェアーで36,400ユーロ。すごいな、8脚で。キャビネットも軒並みすごいですね。この前の小田急キャビネットが悔やまれる。そして、そして、 グラスシートチェアが600で6万5千ユーロ。ありえないな。すごいすごい。<laughs> ベルトイヤーはまあもちろん昔から値段つくんですけど。ポール・エヴァンス。こちらもこの前のオークションアメリカスルー多かったんですけど値段がきちっとついてますね。いやー素晴らしい。すごいな。ゴールデン・マッツさん。 こちらもすごい。エスティメートダブル超えてきてますね。こんなのアメリカで出てもスルーですからね。素晴らしいと思います。エドワード・ワームリンさんもすごいな。これもついてるな。<laughs> ああ、そして123。これは僕大好きな。僕は何度もこれはオークションで解説して、いずれいい値段つくななんて思ってる。TH ・ロブス・ジョン・ギビングスのソファー。 1 8200ユーロ400万近いですからねこれライトとかで出ると1万ドルぐらいですからね買いじゃないですかライトで <laughs> まあ実際投資とかではなくて自分で使うために購入するのがいいと思いますあセットアップの <laughs> ラウンジチェアも2脚で1 4000いくつだ1 4800だったかあららくるくる回っちゃった 14300。うわあ、すごいなあ。<laughs> 中島。この辺もついてきてますね。イサムさんもやっぱりいい値段ついてますね。素晴らしいですね。いやー恐ろしい。ブラジミール・ケーガンもアメリカより値段がついてます。もちろん。これも僕好きなタイプ。よ ロブス・ジョン・ギビングスのね、これのスツールとかも可愛いですからね、16,392ユーロ。いやー、素晴らしいオークションだと思います。もうピアサが仕掛ければ何でもバシバシついてくる、そんな感じがしますね。いやー、ほんとね、ため息しか出ないです。まあ、このセレクションがいいですよね。 アメリカンデザインとして工業デザインであるチャールズ・イームズとかジョージ・ネルソンそういったものがね出てないんですよノルのものとかねあえてちょっとアメリカンクラフト的なものを出してくるそういうあたりがヨーロッパパリの人に受けたんじゃないでしょうかうーん6月のオークションに出てくる中島も楽しみになってきましたねそれではこの辺で以上になりますではではどうも失礼します